さて次のカードですね。はい、続いては、ジャガイモキサですか。はい、はい、なるほどなるほど。ピカテウ、ピカテウパルパルですかね。はい、パルパルオパルオパオパル、うん、ジャガモさんもキーコンはずっと芋になっちゃったんですフリーしててもさっき芋こうね、名前5文字のねジレンマ俺わかるんすよ。あ、なるほど、そうだった。キーコンフィグにね5文字入れんのダリーなーってなるんすよ確かに3文字ならもう絶対3でいくじゃないですか、うん、基本的に4号あたりちょっと怪しくなってきます、ね、4もね、まあ、4も行くかってなるんだけど5はね、はいはい、ちょっといかない絶妙なラインなんですよね小野さんあれですよね、漢字2文字とかもありますもんね。あ、そう、僕はね、はい、あれ4文字打ってます。音なしじゃないと出てこないんでさすがにオムチャ出てこないですね確かにネーム問題も面白い、まあ、問題っていうか、オークレイジーはなんかこう洒落たこう DJ DJ っていうかこう EDM の曲名みたいなさそう、あれはもうなんかずっと使おうと思ってたんであ、ここだと思って配信になった時に使ったんですけど09 09、あれ OQ0Z なんですよ、うん、あ、OQ0Z、ね、そうなんですよ。かっこいいすげえ、もうすげえ恥ずかしいわ、ね、むずがゆいまあでもね、まあはい、スマブラ界の芋といえばね、はい、じゃがいもさん、ね、そうですね、野菜代表というとちょっといっぱいいるかもしれないですけど、パセリ、あ、そうですね、今パッて浮かんでパセリさんいたと思って修正しました。野菜の代表というと難しいですけど、結構たまにこのブラケット見ながら実況してて思うんですけど、うん、はいはい、あ、今日食べ物の名前多いなとかたまにありません？多いですね、みんなパセリ、じゃがいも、やめて、でもね、今パッとは出ないですね、パッとは出てこないですね。そう、なんか三種の料理、三種の神器と言われる、はいはい、人参、キャベツ、じゃがいも、はいはいはい、あと玉ねぎか、四天王だな、はいはいはい、うん、はじゃがいもしかいないんですよ、スマブラ界はね玉ねぎさんとか欲しいな、玉ねぎさん、うん、今からあれですね、ハンドルネーム決める人ぜひ参考にしてくださいパセリあれ食べ物じゃない確かにそういう見方もあるかもしれない米さんね、あ、米さんですね、うん、いいっすね、じゃがいもさん、ティーとかね、ティー、あ、ティーさんいいっすね、うん、なんかあれですね、米さんとじゃがいもさんいたらカレー作れそうですね。そう作れるか食べていきましょう、はい、バースジャガイモですね、はいはい、これはジャガイモ選手の綺麗ないつもの硬い立ち回りを、うん、実はピカチュウがどこまで崩せるかっていうところですか。そうなるのかな、割となんかピカチュウって姿勢が低くて、はい、かつ素早い動きなんで飛んでるパルテナに対してこう差し返しっていうのをなかなかやりやすくなるのかなって。なるほど、むしろ小さいパルテナをジャガイモ選手の、今日は小さいピカチュウをジャガイモ選手のパルテナがどうやって捉えるかなっていう、ちゃんと飛ぶところを見てクエネで対空しないといけなさそうなんで、まあ、お互いどっちも嫌だなみたいな、うん、そういう距離感のカードだと思います。なるほどなるほど、そうですね、やはりこういう感じのゲームになりそうですね、うん、じっくりじっくりね、隙を伺ってっていう感じ。お互いにまあピカチュウはコンボもあるっちゃあるんですけど、うん、そのままバーストまで行くのはなかなか珍しいと思うので、うん、バースト合戦まで着々とダメージを貯めて、うん、バースト取ってっていう丁寧な試合になりそうですね、うん、確かにそうですねじっくりじっくりと、はい、それでもおっ、うん、そうですね、しっかり追いますね、はい、このパーセントになってくるとピカチュウ生当てで撃墜できる行動はあまりないんですが、はい、あのように下強から、ね、ダウン展開を作ってその後の読み合いに勝てば撃墜みたいな、はい、まあ、低リスクに触りに行ける技を手に入れるので、パルテナとしてもその飛びの一瞬の隙に下強等を通されると面倒くさいので、はいはい、割と飛びが抑制されている状況なのかなと。飛びづらいということですが、まあ、パルテナで飛びづらいってなると結構制限されますね。そうですね、あ、うん、さすがに、はい、しっかりとタイミング取ってきましたね、見てからですね。ただ148% なんですが、うん、ピカチュウというキャラどちらかというとまあスピードキャラというか、うん、コンボキャラみたいなところがあるので、はい、単発であまり吹っ飛ばしがでかい技が DA、ウエスマとかですか、うん、代表的なのは。そうですね、
パルテナに対して当てようとすると、まあ、こちらもまた防御力の硬いファイターなので、はい、ちょっと難しそうですね。対してピカチュウ、それ読んで、ね、誰もが下強かなって思ったと思うんですけど、はい、そこは上強なんですね。渋い渋いですね、はい、あのタクを読んでないと上振らないですからね、今の上強、その通り。とりあえずは最初取ったのはジャガイモ、パルテナ。こうするとこのカード先行を取られると厳しそうですね、硬、うん、い立ち回り VS、まあ、触れないっていう感じなので、うん、最初に取った方が硬く、はい、立ち回ると相手が崩しづらいような、うん、そうですね、ストック先生の持っている意味がかなり大きいかと思われます。 170% それでもまだ、うん、ステージ中央の空前空後等では怪しいってところですか、はい、この崖空への引っ掛けて、やはりなかなかバーストがこれは取りたいけど、回避すぐさま入れましたね、はい、北選手もシールド固めっぱ安定タクに対して振り向いてつかみっていう、はい、いいタクだったんですけど、このまま 200% くらいまで溜まってしまうのか、それとも逆にこのパーセンテージまでいくと、ここまで来ると投げでも撃墜できるようにピカチュウはなるんで、はい、この地上の差し合いどこで通すかっていうところですけど、はい、その場回避のタイミングで、内側回避がちょうど通ったんで正面にいる相手につかめですね、はい、しっかりと上投げでバースト取って、はい、ただ 109% はこのタイミングでは結構重いですね。うん、まあ、ピカチュウも防御力の、高い立ち回り系のファイターではあるんですが、はい、このパーセント差はちょっと覆すのが大変そうですね。ピカチュウとしては、まあ、ワンストックもぎ取るのであれば復帰阻止でワンストック取りたいところではあるんですけども、うん、それをさせてくれるかっていうところですね、はい、もちろんジャガイモ選手は警戒してますよね、はい、それだけは食らっちゃいけないというかやっちゃいけないと思ってるとは思います。 137% ピカチュウというキャラ軽いのでちょっと怖いところではありますね、うん、空母と何か硬い一撃を食らってしまうとというところなんですが、チャンス到来ですか。そうですね、硬いですね、はい、今食いなしたって感じですね、はい、ただ、まあ、ここまでパーセントたはい、うん、いいです、もうDA が通ってバーストと、はい、ここで当たれば美味しいと。無敵を使った横スマですが、さすがにそれには当たらず硬、うん、いですね。下強、これは斜め下移動回避から地上受け身で内側回避って綺麗でしたね。綺麗ですね。あそこで当たれば美味しかったんですけど、はい、それはさせないと、うん、横強意外とダメージあるんですね、あれ、うん、拒否をし続けていくジャガイモ、パルテナ。実はね、時間も1分半あマジか、あついに当てましたね。ついに当てましたね、はい、先ほどまでは先に上スマッシュをホールドして、はいはい、電光石火がいつ来るかっていう読み合いだったんですけど、あの北選手がそのホールドを見てから電光石火を打っているっていうシーンが何回かあったので、はいはい、最後はジャガイモ選手石火打ちそうなタイミングにピタリ上スマッシュを合わせてきましたね。今度はホールドなしでその場でってことですね、北選手としても、まあ、上スマッシュホールド見てからタイミング調整すればいいやという認識で多分復帰してたと思うので、はいはいはい、まさかそれに合わせてくるとはというところでしたね。やはりこの上位プレイヤーは試合の中でそういうのを修正してきますね。まあ修正というか、そのなんていうんですか、はい、ちゃんと対になるようにタクを回してきますよね。修正ももちろんそうなんですけども、やはりただ硬い立ち回りっていう感じですね、この2キャラ、ね、はい、残り時間もまあ1分ぐらいになってたんで、じっくり時間を使ってお互い組み立てていきますね。さて2試合目ですね、うん、さっき実況していただいた通り、はい、本当にこの1ストック目の、ストック先生がかなり試合を左右するんじゃないかと思われます、はい、どちらが今回はストック先生するのかも、うん、見ていきながらですね、はい、電撃を巻きながらじりじりっていう感じですね、うん、本当に大高に
込む時が噛み合って空母から DA 確定ニュートラルが探り探りですね探り探りですね、はい、慎重な性格慎重ピカチュウですね、はい、下強で拾う下強でもう一回拾って、うん、今度はそのまま石化で中央に空前はギリギリ外に引きながらということによって半角なし、うん、下強で引っ掛けてちょっかいは出すが、うん、すかし行動で結構ジャガイモ選手が相手を崩していきますよね。なるほど。1戦目はすかしつかみを何度も通していたんですけども、はい、途中からねすかしダッシュ攻撃等も特に取り入れているので北選手が飛んだパルテナを見てシールドを張ってるんですけどそのシールドの後の組み合いにジャガイモ選手が何度も勝っているような、はい、なるほどなるほど。今度はしっかり倒せましたね。ジャンプを使って外に逃げてしまったので、はい、あとはもうホールドして石化を見てから離すだけっていう感じでしたね、はい、あそこのコードまで来ちゃうとこう一回崖外に逃がしてからこう崖を捕まりに行くっていう転校石化のルートも難しいと思うんで、はい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 、危ない。あ嘘でしょあそのまま寄り切ったそのままマルテナってこんなファイターだったんだワンターンでやりきりました ね今あ強気に勝負に出ましたけども、はい、こちらもまた強気に勝負に出てましたね。そうですね、うん、ただこのカードでワンストック差あまりにも大きいですね、はい、どこかで通すかキサピカチュウ、まあ、クーエヌパルテナのクーエヌがさっき当たった時に高いなとは思ったんですけど、うん、まさかそこからワンストック取り切るとはって感じでしたね、はい、やはりキサピカチュウちょっと前目に崖に持ってきますね、うん、そうですね、かなりフェイントをかけてはいたんですがジャガイモ選手の拒否も完璧でした。クーエヌとクーエヌ噛み合ってクーエこの崖の展開ジャンプ上がりから移動回避でその場に、うん、下投げ空母しっかりと横スマを透かしで投げて、はい、前ダッシュに揺さぶられませんね、はいニュートラルダメージはキサピカチュウいい感じに取れてはいるが、うん、まあピカチュウね撃墜が難しいファイターなんでそうですねこういうところで読み勝たないと追いつけなくなりますよそろそろもう決め切らないと、うん、じりじりとあとワンストック分で厳しい戦いになりそうですね、うん空上を後ろで当てて DA 変更は完璧ですね、はい、124% 対 106% 後ろ投げでさすがにまだはいただ崖の展開あーっとくんこれも飛んでる飛んでますねそんなに飛ぶんだ飛んでましたねそんなに飛ぶんだしかしたらピカチュウの軽さも相まってというところですよね多分それ出てますねはいじりじりと詰め切りましたね、はいはい、最後の最後は上スマッシュではなく下側に潜り込んだ相手に対して通常空中攻撃で締めていくとあれもなんか今まで見てた中であのタクありましたっけ、うんまあ、最後の最後でパッと出しましたよねはい、うん、タクが多い持ってるタクが多いですね、まあ、本当にね何回も何回もこうピカチュウがこう、はいなんだ飛んだパルテナに対してシールドで待ち構えている状況を崩し続けてたので、はいはい、それがひたすらうまかったですね